この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。日本武道館大会三冠統一ヘビー級選手権試合です。第12代チャンピオン川田俊明、2度目の防衛戦、チャレンジャーはスタン・ハンセンです。テキサス州レッドバットを一発、デビュー21年のブリンバスターの体勢、ブリンバスター大ベテランスタン・ハンセン、高速度でありましたスタン・ハンセンです。まあここでチャンピオンに返り咲くことがあればあのボクシングのジョージ・フォーマンを上回りますからね。ジャンプを鶴田選手も参戦しておりましたが、鶴田選手に伺ってもこのスタン・ハンセン流れてますね。1年5ヶ月ぶりのタイトル戦、彼は相当燃えているはずです。勝負を急いでも簡単には勝てない相手だということはお互い分かっているんですよね。序盤戦からペースを掴んでおります。じっくり一つ一つ2位を落としていきます。いやエルボーを落としていきます。カバーに入ったスタンハンセン、あとは2、あるいは川田俊明、久々のタイトル戦になります。スタンハンセンです。なおも組みつけスタンハンセン、過去3回この三冠ベルトを巻いているスタン・ハンセンです。初めて三冠統一チャンピオンになりましたスタン・ハンセン、1990年6月でした。この同じ日本武道館でティビボディを下して第5代のチャンピオンになっております。2回目が1990年の4月、動きを全体三冠王座決定戦を戦って2度目の対戦、そして3回目が92年の1月、このジャンボ鶴田を下しての第9代チャンピオンについたあの92年の春でありましたスタン・ハンセン、4度目の三冠チャンピオンへの気をかけます。こういう瞬間は怖いんですよ、怖いですね。10分経過、60分の一本勝負、三冠統一ヘビー級選手権試合、チャンピオン川田対チャレンジャー、さあ場外に持っていきましたよ。場外に戦いの場が移ります。選手権試合において前こうした場外戦で大きく流れも変わることもしばしばありますが、おっとこれは膝を狙おうとしたんですが、ダメな攻撃、それをこらえました川田。ますハンセンの動きは不気味です。さあスリーポイントスタンスからショルダータックルです。この下にマットがあると言ってもご覧ください、マットの下に、はい、ここまで10分をご覧になって、ね、この両者展開どうご覧になりますか。そうですね、今のところやっぱりちょっとハンセン選手がちょっと惜しくないいたしました。カウンターの蹴り、はい、ただあの要するに連続で攻められないように、あの川田選手もあのうろたえた後あと振り向きざまのラリアット、はい、あのやっぱり連続でバトンがありますので怖いですよね。ダメージを受けますので、あのキックでそれをまあ倒せるっていうところですね。川田はチャンピオン川田としてはこの時間帯攻められてはいるけれども、肝心なところではキックで流れを少しずつ止めているというところなんでしょうか。さあその川田リングの下でハンセンがエプロンサイドから、おっと大股に飛んできた、ショルダーです。飛んできました。ハンセンもしかしエプロンサイドから飛んではきましたが、この表情仰向けに倒れています。いやあのね、はい、あの全日本プロレスのパート選手がしっかりキックを受けています。なるほど、東京地区と一部の地域ではこの辺りチャンピオンの川田さすがに動きが読めています。日曜日蹴りにはうるさい男です。蹴りの達人川田俊明、31歳、183cm、さあ場外線鉄柵のあたり、これでじわじわとね放送時間も早くなって、川田のいつかはゴールタイムがね、難しい。川田もここはエルボーで応戦です。おっとハンセンも打ち込んでくる、この川田の試合今度はエルボー、熱き戦いをより良い時間でお楽しみいただきたいと思います。チャンピオンの川田俊明、明るく楽しく激しいプロレス、今もからこの三冠戦は史上最強の栄誉と称号であります。三冠統一ヘビー級チャンピオンに今ついているのは川田俊明、リングの下悲願のタイトルでありました。1982年デビューの川田俊明、デビュー13年目、高校から先輩でした。三沢の後を追いトップコンテンダーの道をやりました。三沢との世界タッグダッシュ、そして一昨年の春東北大軍卒業、正規軍入り、タウエとのコンビで世界タッグを出し、去年のチャンピオンカーニバル初優勝、東京都の三冠タイトルを去年の秋ウィリアムスを破って6度目の挑戦で手にしました川田。これで取れなかったら一生取れないかもと望んで背水の陣で臨んだあのウィリアムス戦、ついに勝利をしてタイトルをものにしました。その年優勝したのがこの川田でありました。そして初防衛、優勝した川田も今日2度目の防衛戦に挑んでおります川田です。序盤戦この2度目の防衛戦、チャレンジャーハンセンのペースになっています。
まあ、チャンピオン川田どうするか、放送上は後日放送ということになるんですが、ゲラッとあえて申し上げませんが、声をかけました。最択戦とは打って変わって何を持ってくるか、パワーボムの体勢だ、ね、おかずを持って一発目、ね、アゲストパワーボムは3ハンセンであります。ニュートラルコーナーに元でかかるハンセン、一方うつ伏せは川田俊明、川田コールが大きくなります。そう急いでカバーに行こうとはしてませんね。今日満員の日本武道館、95年最初の日本武道館シリーズです。再び川田を小股に挟みました。スタンハンセンリアクションを確認して、中回してもやパワーボムでしょうか。もう一回か、今度は抑えながら、おっと抑え込んだ、危ない川田、危ない、カウントはツーカウントです。桃田さん、はい、まずここでハンセンが2つパワーボムを見せましたね。そうですね、あの1回目は投げ捨てで、2回目はレスラーたるものどんな状況でも入りましたよね、はい、カウントするのと自然と体がピクッと条件反射が反応して返すようになるみたいですね。その条件反射すらできなくなったのが本当のスリーカウントです。ああそして今度は2位リフトが川田の眉間から鼻のあたりでしょうか、見事に命中しました。ここで時計は15分を刻んでいます。第12代三冠チャンピオン、デンジャラスプレー川田俊明はジャブみたいな形で川田選手の後頭部をかなり今日3つ目のパワーボムなんでしょうか。このあたりちょっと川田バランス感覚を失っているかもしれません。ジャブのようなニーリフトがここへ来て効いてきています。チャンピオンの川田危うい。さあもう一回か、足をバタつかせた、おっとこれが見事に命中しています。ハンセンが後ろに倒れました。さあここから川田立ち上がるでしょうか。チャレンジャーハンセン、今ようやく起き上がらんとするところ、先に立ち上がったのはほとんど同時、蹴っていった、これは円錐か顔面か、これは見事にヒット、シュアーなヒットであります。円錐切りであります。ハンセンが、ハンセンがそこで柔らかい、ダッキング後ろ回った、円錐切り、クリーンヒットいたしました。そうですね、もうこれが川田選手やっぱり持ち味ですね。ハンセンの長いマスク持っております。そして片目で固めた、ツーカウント、ゆっくりとカバーを落としました川田俊明。そしてハンセンも青剣に倒れています。今ここで顔を押さえながらハンセンが立ち上がろうというところ、川田の方が先に立ち上がりそうです。ハンセンの髪をムンズと掴んだチャンピオン川田、そして顔面蹴り、今のはヒットしませんでした、もったいないことをしました。川田、おっとハンセンの突進、ここは打撃を取りしている両者、左右の蹴りです。乱れ打ち、ハンセンがガクッとハードロープにもたれかかります。この生の音がね、ここはハンセンのボールを伝わったんですよね。大きなチャンスです。ヒップダウンです。ハンセンのこの表情。スタンハンセン。しかしハンセンもここは分かりません。なんといっても桃田さん、ハンセンのラリアットはいつ何時飛び出すか分かりませんからね。だから絶対カズ選手、元三冠チャンピオンの三沢光晴の場合、前人未到の V7、7回連続防衛の偉業を成し遂げておりますが、ハンセン顔面を抑えて心なしか元気をなさそうにしていますが、これは分かりません。2度目の防衛戦ということになります。ハンセン100点連覇の戦術かもしれません。 V2 を狙うということになります。はい、見事にハンセンの顔面を捉えました。一つ一つ苦しんで苦しんで実績を作っていけなばなりません。ハンセンがっくりとしていますが、さあこれはハンセン本当にダメージを大技を出すか。さあまず川田がパワーボムの体勢に入ろうというところですが、ハンセンがこれを返しそう。ハンセン捉えます、捉えるハンセン、ハンセンこれを捉えます。かかるリバースのスリーレックスか、川田上がるか、川田上がるか、上がりません。逆に打ち返したのはハンセン、しかし川田が入るからラリアット、背中からのラリアット、振り向きざま気をつけろ、円継ぎり、円継ぎり、どうもこのハンセンには円継ぎり有効みたいですね。そして日本武道館の観客が揺れます。場内湧いてきましたね、はい、さあ川田がカバーに入る、カバーした、バツーカウントです。もうちょっといろいろ序盤戦は川田、そろそろ15分を過ぎてから、そうですね、序盤戦はハンセン、そして15分を過ぎてから川田に流れが傾いています。両選手ともに三冠統一ヘビー級選手権試合、川田2度目の防衛戦です。この一瞬の隙をついての大技、そしてハンセンならば左やハンセンが膝を落として捉えます。そしてこれはナックルパートでのパンチです。両者ともに2ダウンしています。ヘッドロックかハンセン、エルボーを落とす、
パセラリアットがパンチだ。川田倒れるがすっと立ち上がりました。逆水平、逆水平を打ち込んだ。汗がしぶきになります。相手を睨みつけながら打っていく。アンテンも張っていく。ジャンプをすごい川田としやき、チャンピオンを張った。パチ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 叩いていった。ピンキックを取った。これは読んでいました。ネジスマス反戦、これがあるんです。さあゾンビのように起き上がれ川田としやき。おー、ハンセンもそのまま勢い余ってロープで持たれて、おっとこちらは川田です。チャンピオンの川田、体からこめかみ、そして胸板まで汗びっしょり。こういう試合というのはじっくり見ちゃいますね。そうですね、ハンセンも大きな息を吹いています。逐一言葉で使い振りました。その熱きファイトはもう十分に伝わっているものと思われますが、ダン・ハンセン45歳、どのような形で川田俊明31歳、クライマックスを迎えるのか、興味のあるところです。さあハンセンが先に立ち上がります。起き上がりました。エルボーを落とします。バックに回ったバックドロップか、バック落としだ。さあハンセン、多重人格説に基づくとこの表情は読み取れません。試合時間20分を経過いたしました。ここで20分経過です。苦しいですね。おっと、おさあ左腕に手をかけました。サポーターを直した。さあ打ちたくて打ちたくてしょうがないか、まんじるが出そうだぜ。おっと手をなった、手を蹴りが左腕命中、面髄蹴り、そして顔面蹴り。やっぱり川田も分かってます。そうですね。小畑さん、はい、今はラリアットに来るところ、腕を川田の手を狙いましたね。蹴りが腕に入ったんですよね。ハンセンの腕に入りましたね。はい、このハンセンのラリアットがスローで見ると分かるんですが、そうですね、しかもハンセンにとってはカウンターでダメージを受けた形になりましたね。これはハンセン左腕を抑えながらリングの外、時計と反対回りに徘徊しております。あ、そして放送席前、川田はリング上です。ハンセンの視線で追います。これはいい絵が撮れそうだな。こちらです。あ、左腕を結束を挟んで抑えていますが、大きく口を開いています。家の先まで通す満々のスタンハンセンですが、川田の蹴りをまともに左腕に食いました。殿下の宝刀、あの必殺ウエスタンラリアット、あのウエスタンラリアットをしてスタンハンセンは世界のトップレスラーに居続けております。お、そして、あ、これはこれは60分の1点勝負、三冠統一ヘビー級選手権試合、第12回三冠チャンピオン川田俊明、これは両者ともチャレンジャーはスタンハンセンであります。今副音声では歌舞伎もプロレスには負けないで、足の助の熱き副音声トークをお送りしております。あるいは腕、あるいは足、それによる攻撃が自らのダメージを倍化させることも考えられます。今日3月4日日本武道館でありますが、もう館内は体感温度を30度を超えようとしております。さあこれまで一進一退の攻防、左腕殺しに出ました。一瞬たりとも予断を許さない状況が続いております。スタンハンセン、川田としあきであります。もう一度川田としあきの放つ円錐切りが非常に有効だとして効いているようです。必殺技は対するスタンハンセンは何度かラリアットを狙うんですが、左腕殺し炸裂しております。今もそういう展開になっていますが、この流れ、川田さんどう予想されますか。ラリアットを防げなかったレスラーたちもいました。そうですね、ちょっと川田選手がね、はい、セーフになってきましたからね。これを狙います。チャンピオンペースです。スタンハンセン現在45歳、要するに、はい、50に向けてなおビンビン、ダメージの振り返りでしてあります。かなりありますからね。そうなんですよね。またどんなに左腕ダメージを負っていてもカバーしたカウントは一つ、その一瞬痛みをこらえて左腕を反射の手を痛めたいけど、ラリアートが見たいし、いたしかゆしですね。我々ファンとしては左腕を痛めておりますが、肩がつったスタンハンセン、仰向けに倒れている。嬉しい表情を見せておりますが、ハードロー、命綱のロープに手を伸ばしましたスタンハンセン。中村橋之助さんによりますと、このハンセンはどうも多重人格者ではない、苦しんでてもまた別の人格が出てきて息を吹き返すという、スタンハンセンは195センチ、ゾンビのような性質であるという意見が、おっと、さあ脇固めであります。腕を当然狙っていきます。さあ体重をぐんぐんかけていきます。変えました川田俊明、一点豪華集中攻撃、左腕なんですね。この表情をご覧ください。もうやっぱりスタンハンセン、こういうところでもやっぱりその左腕、そうですね、これをうまく
く攻撃しきった時に、はい、あの川選手の持ち味の要するにフィニッシュホールド、要するに、まあ、あのサーブの前のスタイルホールド、どのように自分らしさを出しますからね、沈冠の異名を取ります。こんなことで沈んでしまう戦船ではありません。川田が果たしてこのハンセンの左腕殺しからハンセンの痛みの、おっと今度は嬉しい逆十字固めに入ろうというところ、嬉しい逆十字です。ハンセンの集中的に狙っていきます。レフトハンドを殺していく、この重要ですね。黄金のレフトハンド、さっきから見たんですけど、今まで何人のレスラーがこの左腕によって首を刈られたでありましょうか。川原選手だってもうご覧の玉のような足なんですけども、これがハンセンの黄金の左腕、ハンセンが仰向けになって大きく息を引いています。川原が立ち上がった、汗が滴り落ちていますという感じがしますけども、そして何を持ってくるか、ストレッチクランカー、ここで出してくるか、これは体勢不十分、技をかけることができません。ハンセンなんとか川田を投げ返します。岩尾のような体でロープに持たれています。チャレンジャーのハンセン、こういう時です、口をパックリ開けた時危ないんです。おっと、これは力のない左腕の攻撃、パンチ、ヘッドバット、頭、そして腕、体、肘、膝、足、すべてが狂気のスタン・ハンセン。45歳とはいえ油断なりません。おっと、最後にいるキック、浴びせ蹴りです。浴びせ蹴りを見せました。25分を経過しております。さあ25分を経過しております。60分の一本勝負、25分を経過しています。大阪で行われました川田対小橋、チャンピオン川田としあき、チャレンジャーに3番手を迎えての2度目の防衛戦です。さあ、そしてグラウンドでのストレッチクラブに入ります。しかもストレッチクラブに入りました。しかしこの位置は完全ではありません。ロープに近いところです。完全ではないか、汗で滑ります。チャンピオン川田のストレッチクラム、ちょっと感じに入ってないですね。入ってませんね。見せるようにカバーします。2カウントです。ここは2、川田が大きく首を振りますと、日本武道館ではその試合タイトルが電光掲示板に出るわけなんですが、三冠統一ヘビー級選手権試合の剣が健やかという意味になっております。下から蹴り上げます。いいものを見つけてしまいました。ハンセンは果たして死んでいるのか、生きているのか。さあ、パワーボムの体勢に入るが、ハンセンこれは腰を落とします。三冠ヘビー級選手、そして立ち上がろうというところ、天地合ですね。持ち上がるか、健やかな試合ということを願っている川さんの思いが伝わってくるようであります。チャンピオンの川田、チャレンジャーの川田ではありません。どこかの雑誌がきちっと写真撮ってるのかな。チャンピオンの戦いが要求されている川田俊明です。今度日本テレビの投稿特報王国かなんかで ね行って持ち上がりません。驚きたいものであります。カバーに入ります。カウントはノータンを言ってる場合ではありません。カウントは2です。桃田さん、攻められているとはいえ、はい、ハンセンもなかなか川田の好きなようには立ちませんね。そうですね、まあ、逆に言うとそれがまたあの川田選手の持ち味っていうところも言えますけど、さあスタン・ハンセン、川田としあき、要するにそのここまでもう本当にうまく自分の大きな体を生かして、さあ投げるか、打てるか、打たれてますね。今もハンセンの140キロの体、川田を持ってしても持ち上がりませんでした。この辺りは百戦錬磨、戦いの中から培ってきたものです。決して教えられて学べるものではありません。長い試合になってまいりました。ダメージを負っていても川田の好きなようにさせません。チャレンジャー45歳のおっとハンセン、川田の蹴りを防いだ。しかしダメージを負っている左腕で防ぎました。さあどのようにブレインバスターの体勢か、川田今度は持ち上げるか、ハンセンもこらえる。さあ打つのはどっちか、ブレインバスター、このハンセンの強引な投げっていうのもね、さすがです。こっちまで今振動きましたね、恐ろしいものがあるんですよ。引き抜きましたね、さあ打ったハンセンの攻撃を垂れてやります。また違ったですね、同時に体を生かしたパワーがあります。体力十分ですね、さあスタンハンセンが立ち上がりました。先に立ち上がったスタンハンセン、威嚇があります。両選手ショルダータックル、ショルダータックル、一つロープでバウンドを入れました。こういう時危ない、おっとこれは蹴り合いのような形になりました。いや、ハイゲルトってしまいました。有効打ではありません。こういう時のハンセンは気をつけたらいいですよ。ドロップキック、ハンセン今日2度目のドロップキック、チャレンジャーハンセンのドロップキックです。先に立ち上がるのはどちらか、
チャレンジャー、それともチャンピオンか。赤コーナー、川田のどっしり。ラリアット押し倒しました。ラリアット。バツ。ツーカウントです。楽々。まあ、ハンセン。川田をのけました。見ても久々のタイトル挑戦。こんなところでおめおめと3カウントを聞くわけにはいきません。ボディースラムの体勢、ボディースラムです。重い重いハンセンの体をボディースラム、空中殺法に出ますよ。川田としあき、オンザトップロップ、ニードロップか。ダイビングニードロップ、カバーします。ちょっと距離がありました。カバーストツーカウントです。これは双方ともに攻めてはいますが決定打がありません。ああ、ところもまたブロックしましたか。左の腕でブロックしています。当然左の肘へのダメージもあろうというほど。これも左腕のブロックです。さあ、しかし距離が厚くなったよ。さあ、反戦がこいつが出ないの。これは、これは反ラビアットですけどね。痛くて打てないんですね、やっぱりね。振り抜けませんでしたね。振り抜いてないですね。全然もう、左腕に力が今入ってないんですよね。入ってませんでした。表情をしております。スタン・ハンセン、ハンセンの必殺技、ウエスタンラリアット、振り抜けませんでした。しかし、これは体全体を使って140キロの体重を乗せてエルボードロップ、片指に収めます。足がかかっております。カウントは2。試合時間30分を経過しました。時間の半分を経過しました。30分を経過しています。どこまでこの試合長引くんでしょうか。立ち上がろうというところ。田中アスドキさん、60分フルタイム引き分け、そして距離を取った。なんて可能性もあるわけなんですが、鎌倉に乗っかけた。ラリアットか。おっと、蹴っていく。逆水兵ショップ、ラリアット、いや逆水兵ハンセン、だいぶハンセンも痛がってますね。痛がってますが、しかしこれと多重人格説に言うと、ね、また違う別人格が出てくるんですから。肩腰を下ろしています。さあ、ハンセンがベンチに座って休憩しております。川田が立ち上がったところ、桃田さん、これは危ないですね。危ないですね。さあ、ハンセン、いってもスクランブルの体勢だ。ラリアット、出た出た、ハンセンのラリアット出た。闇を切り裂く、イカズジラリアット、稲光。しかし打ったハンセン、どうしたの。打ったハンセンが、打ったハンセンが、ほぼ苦しんでおります。あっと、いやいやいや、そんなに痛いの。じゃあカバーはできないの。どうするの、君ならどうする。ハンセンだ。さあ、ハンセンカバーする。必死のカバー。さあ、どうだ。やめた。あれ、あれ、おい、決まりました。新チャンピオンなんだ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。日本武道館大会三冠統一ヘビー級選手権試合です。第12代チャンピオン川田俊明、2度目の防衛戦、チャレンジャーはスタン・ハンセンです。テキサス州出身、ヘッドバットを一発、そしてブレインバスターの体勢、ブレインバスター、大ベテランスタン・ハンセン、高速度でありましたスタン・ハンセンです。まあ、ここでチャンピオンに返り咲くことがあれば、あのボクシングのジョージ・フォーマンを上回りますからね。ジャンプを鶴田選手も参戦しておりましたが、鶴田選手に伺ってもこのスタン・ハンセン、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ローマ格闘技のメッカ、コロッセウム。古代ローマの人々はここで男たちの紡ぐバンクに酔いしれました。そして2000年の時空を超えた日本武道館、ただいまこの全日本プロレス世界タッグ選手権に酔いしれる橋之助の熱き副音声コースをお届けしております。さあ、殺人石が来ます。スティーブ・ウィリアムスでやります。どうぞ皆さん、
深夜ですけども雨戸を閉め切ってご一緒にお叫びください。1990年2月、5年前ヘリーボディとのタッグで日本全土を席巻した敵対都市久々に世界大会の土俵を新鮮試合レンジャーチームを迎え入れます。ジョニー・エース組でやります。さあポイント通りなので今度は行きました。ピンスポットライトを浴びながらゆっくりとゆっくりとしたハットリで燃えるカウンでありますウィリアムズ。その後ろからジョニー・エース、エースが両元でブーサインハットリの横だ。そして小橋がスティーブ・ウィリアムズ殺人外科医であります。このベルト2度目の防衛戦ということになります。案内はもう割れんばかりの三沢コール、その三沢をもう赤コーナーに立ちはだかっております。スティーブ・ウィリアムスであります、イオーガスであります。チャンピオンがチームを迎え入れます。25年に開花するチャンピオン三沢の対小橋健太組選手決戦、チャンピオンチームの入場です。予定からで今年初めての日本武道館、男たちの夏は涙試験、私たちの手元から発揮してきた武道館劇場、今日はどんな幕が並びでありましょうか。まずはオレンジドラゴン2度目のゴールインのタイツの男ビームインです。熱戦がぶつかり合います。両チーム認定賞の小木さんも大変です。選手権試合宣言です。受けております。世界100選手権試合であることを宣言する。大相撲の表彰状を思わせんばかりの1995年3月4日であります。パシフィックレスリングフェデレーション会長揺れております。ボードブレーカー脱ぐ大徳やる気満々。続きましてチャンピオンチップよりチャンピオンベルトの返還でございます。チャンピオンベルトの返還でございます。今チャンピオンベルトが本部席に返還されようとしております。果たしてこのベルトを巻いて日本武道館を出るのはチャンピオンチームか、あるいはチャレンジャーチームか。まあなんといってもまあ日本人、まあ人気実力トップの三沢飛ばして60分日本武道館を出るスティーブ・ウィリアムス選手権チーム270ポンドジョニー。この一戦お前にかかっている金髪の狼ジョニー・エースです。アイキルユー殺人外科医スティーブ・ウィリアムスです。さあ橋本さん、この神経験にお気をつけください。気をつけないと思います。顔面をヒットすればいいです。ガムサラボルケッシュな人生です。小橋健太武道館と呼びたい。 N5 の飛行士三沢光さんであります。誰よりも人気があるのが女王樋口であります。ダブルメインイベントと声を上げてよろしくなりましょう。今年最初の武道館大会その時間世界選手権試合であります。今ではおしゃれなスキンヘッドです。25代世界タッグチャンピオン、今日が2度目の防衛戦、もちろん優勝になります。選手権試合60分の一本勝負であります。こちらはチャレンジャー世界タッグ2度目のチャレンジ、1月29日のポーラテンホール大会最終戦メインイベントの後、小橋に肩車式のスカイハイのラリアットを買うと、まあ、それによって強引に世界タッグの挑戦権を勝ち得ております。目と目が、そして魂と魂がぶつかり合います。ウィリアムス、ジョニーエースです。譲りません。なかなか分かりません。まあ、このリングサイドで見るとイタニアのウィリアムスね、両チームがコーナーに戻ります。お分かりいただけるのは誰か、がっちりと握手が交わされました。コバスト、このプロレスさあ先陣は、はい、コバストウィリアム、コバストウィリアム勝ったしなりますよね。いずれ誓った2人が、さあそういった意味では1万6300人のお客さんが今徐々に強くなってきております。日本武道館が膨張し始めております。コバスト大気温は現在2度という情報が入ってまいりました。しかし館内はもう30度に並んばかりという熱気であります。さあグラウンドでの展開、かつては共にアジアタックのベルトを腰に巻いた関係、離れますこの小橋健太、そしてジョニーエースです。いい絵ですね。いいですね、よっ、成駒やって声かけたくなるようなそんなシーンですね。桃田光雄さんでお楽しみいただきます。桃田さん、はい、この勝負のどうなんでしょう、お客さんのそういった掛け声というのは、やはりね、嬉しいですよ。エースの頑張りだと思いますね。もうこれ止まんないですよね。
水沢選手、小橋選手はもちろん、あの現チャンピオンでありますし、ウィリアム選手も過去に、要するに、あの、デリフォルス選手も、そうですね、小橋選手はね、声援をね、全部自分のエネルギーに変えてしまうっていうね、プロレス混合戦って呼ぶんですから、そうなんですか、お客さんの声をエネルギーにしてしまうところがありますんでね、要するに、そのエース選手の頑張り、ロープに引かれては、実力はですね、十分だったんですよね。ただ、その、なんていうんですか、エースいいじゃないか、君勝負ですから。なるほど、こういうところが欲しいわけですね。世界を取ろうと、目が違います。共にジョニーエ関係、ジョニーエ目の色を変えるため世界はあるの。アイリッシュブルーのがありましたが、ジョニーエの眼光はすごい。飛ばし飛ばし健太も負けじと、おお、下唇を噛みました。さっと三沢選手ですね。いいですね、出てまいりました。戦う最後を取る人なんて言われてますけども、本当に花があります。お話がありましたが、このエース、今まで打席に回ると物言い分が出ていたんだ。しかし、それを精神的なものでカバーできるように、相変わらず受け身はまあ上手い方じゃないと思う。しかしその精神力でカバーできるんだ、ね、んそうなってきたと三沢は試合前にこのエースを表して話しておりました。どのあたりが魅力でしょう。いやもう何とも言えないですね、何とも言えない、もう本当にね、見てるだけでも打っていきます。目が体を入れ替えてうるうるしてる、上がります、角度があります。それは男が男に惚れるという気分でしょうかね。エースがボディーがあって、ウィリアムスがコーナーで呼んでいますが、タッチにはいきません。三沢止めて冷静に振る舞おう、そんなクールな表情です。三沢さあ第25代の世界が吠えています。三沢小橋組であります。やる気十分。先日1月24日さあここで三沢とウィリアムス、ウィリアムスと、そして三沢、その時は60分フルタイム引き分けでありました。よって防衛成立。25代のベルトとしてはこれがこのウィリアムス2度目の防衛戦ということになります。そうですね、ものすごいなんであの気合が入るウィリアムスに入ってますよね。胸板、胸板がいい結果になるのか、悪い結果になるのか、筒のようになってますよね。上から見ると、ある程度どっちが前でどっちが後ろか分かりません。逆に欠点になる場合もありますからね、そこら辺がどういう風に出るか、そこまで見るとかなりこの男は威圧感あるんですよ。いわゆる万有引力の法則で言いますと、なんかふーって吸い込まれちゃうのが見えました。それほど体がでかいんです、このウィリアムス。上になったのはウィリアムス。代は4年連続アマレス全米大学選手権を制しております。三沢もアマレスで胸板をついてきます。日本チャンピオンとなった経験が、技じゃありません。国体で優勝したことがあります。絶対にもらってやる。世界のベルト。世界のマスクを脱いだ、目がそう訴えてるような、忘れてるような、忘れられませんね。あの5月14日東京タイプ、あの時にマスクを脱いで試合が終わった後、控え室に戻る時に僕バカみたいになぜマスクを脱いだんですインタビューして、やっぱり何も答えてありませんでした。エースが入ってきました。失礼いたしました。三沢選手、いろんな難しいインタビューを経験しております。パンチ、しかしパンチを見せました。スティーブ・ウィリアムスが張っていく小橋健太、大本の4選手入りペアですね。今日は何がどうなってるのか分からない。小橋ヘビー級バトルロイヤルだ。これは俺に任せろ。振りほどいて行きました。さあ荒ぶる三沢を小橋が制して、これは難しいことになりましたね。どうなってんだよ。これ難しい形です。出しながら打ってきました。スティーブ・リアムス筋肉ブルブルだ。いやしかし違う、巻いているんだ、すでに巻いているんだ。唾を吐きましたが、それがジョー・ヒベス選手の頭にかかりました。デモンストレーションを施してまいりました。ありません、レフェリーでした、失礼出しました。これは桃田さんどうですか、アピールしております。心理的な要望ってことはどうですかね。当然あると思いますね。相手を要するに圧縮させるというか、もう後ろから前からそういう感じで相手にものすごいなんていうんですか、精神的なあのプレッシャーをかけさせてるっていう感じですね。だから今日は、いつもの世界タッグ選手権とは違った流れになりそうですね。これは手先にチョップがエースのこの金髪をかき分けまして、こめかみあるいは耳のあたりにヒットしました。橋本さん、この小橋健太という選手をどうご覧になりますか。ね、すごい情熱的で ね、いいですよね。小橋健太、ね、アジアのベルトを持ちながらね、いいですよね。世界の母性本能をくすぐってね、女性ファンのハートを、5分を経過しました。おっとすごいスイング、ストロークを使っての張り手、そして振り返り大魔神だ。桃田さんがこのエースの頑張りが振り返り大魔神おっしゃっていましたが、おーおー見せる見せる、とも聞いていたかのように
坊主だけじゃありません。逆水平打った。今日のエースは怖い。さあ肉を切れ、骨を切れ、ウィリアムスが1位してくる、理想も出てくる。どうなってんだこの試合。そしてこの超えた超樋口が怖い。そうだよ、気を使いません。魂と魂と頑張れ樋口、割って入る超樋口。超コールですよ。超樋口ですからね。おお、辛い女王といったところですね。かつてアジアのベルトを持っていました。分かれないですね。小橋健太とジョニーエース、その頃はよくこの2人で飲みに行きまして、小橋はもちろん英語は話せないんですが、そしてジョニーエースであります小橋健太、ボディアクションで、あるいは日本語で自分の言いたい、つまり世界で、世界を舞台にいずれ2人で戦おう、エースは分かった、そんな目をしていたそうであります。それが今振り返ってみますと、ここに3年一度も一緒に飲みには行っていないんですが、いい思い出だ、エースとの一番の思い出だ。小橋健太はそう試合前に話してくれました。途中ですね、小橋健太へのムーンサルトプレスを見せました。ムーンサルト見たいですね。ドロップキック、吹っ飛び上がる、背後からウィリアムス、背中から張った、背中にもみした。どうなった、ウィリアムスが落ちてきました。テレビビデオピンチ、さとした、いやー、放送スタッフも大の字、大変ですよ、命がね、小橋大の字。おいおい、こっちだ、今度は三沢、軽くてよかった。さあ、早くも、さあ、高山が垂直落下式の、垂直落下式の、まさに春雷。いやー、どうした、まさに春雷、どうなった、小橋健太、桃田さん、はい、まさに垂直落下式の脳天、垂直ですね。今もうもろに、いや今思わず三沢選手が前にね、だけども、今小橋選手が一瞬ちょっと出たと、わりかし後ろに落とせないですか、まだそのストンと落とす意識はあるんですけど、垂直落下式、高い高いパイルドライバーみたいな意識は、いや三沢選手ですよ、この表情ですね。こちら小橋、あの角度で落ちたらもう小橋選手の対応そのまんま自分に勝っていますよね。場内は小橋と向こう上面です。向こう上面のお客さんがヒーリーで行っております。おとといですか、はい、大会でのちょうど鼻のところをですね、一針縫っているわけなんですね。そうですね、まあ選手の場合鼻、今年に入りまして、結構1月にはこのウィリアムズと30分フルタイム引き分けがありました。そして1月19日には川田との3回戦で60分のフルタイムを戦ったこの小橋健太であります。50分間戦うんですよ、シングルマッチで。そういうことでもダメージはありますけど、見てて試合が動けないかなと思うと、パワーあってね、当然ありますね。そうなんですよ、普段のトレーニングの賜物ということなんですが、足の下さんはトレーニングとかされたりするんですか。やっぱりトレーニングまでいかないですけど、毎月舞台やってるんでね、それなりに自分の健康、まあトレーニングというよりも健康状態を管理するってことですよね。なるほどね。試合タイム5分を超えるあたり、ものすごい両チーム4人の選手がリングの中央で睨み合うというシーンがありました。非常にこのあまりこのリング上では見られない光景であります。選手とか大森選手ですか、入ってきた時のね、当時のちっちゃい体、このエースの踏ん張りなんだ、人間ってここまで鍛えるとこんなにでかくなって強くなるのかなっていうのがね、思いますよね。本当そうです。それから小林選手は随分体が安定しましたけど、大森選手とか、あの辺り一シリーズごとに体が大きくなってますね。大森選手もいいですね。いいんでしょうかね。いいところを吸収してくれました。ウィリアム選手どん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 前へ進んでいった。デビューした頃はですね、マンフェットに乗る自分のページがちょうど4分の1ページ切れる、堂々1ページになってます。それを要するにその切れるところよりもどん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 前へ進んで、ガムシャラさんが出てきたような感じがしますよね。今の全般の動きを見てても本当そういうところが出てますよね。そうするとモンスさん、このエースの動きが鍵だとおっしゃってましたが、はい、このままでいきますとチャンピオンチームが戦況を見つめております。かなり苦戦を強いられる。そうですね、要するに今のところは要するにエースにいい面がもちろん出てますからね、調子がものすごくいいということだと思いますよね。そういうふうに見ますか。ウィリアムスの体が真っ赤になってきましたね。勝負タイムが10分を経過しました。好調、小橋のロンリーバトルが続いています。逆水平、いやもう下手な話、もう全身が男性自身って感じですよね。こんなになっちゃって恥ずかしいって感じですよね。
肩をつけました。強引に抑え込んでいきます。2カウントです。もうすでにここまでの10分の激戦を物語るようにスティーブ・ウィリアムス、そしてジョニー・エース10月に上肌に敗れ真っ赤に好調しています。デンジャラスパンダ、これは早い動き。スティーブ・ウィリアムス現在2冠、是が非でもこの世界タッグのベルトを越しに巻いて、もう一度引き戻しまして、そのままチャンピオンカーニバル次期シリーズへ突入したいというところでしょう。そしてジョニー・エースであります。金髪が知識乱れエルボーだ。危険な形になります。さあ飛ばしのタッチを求めるもののがっちりと受け止めて、さあ外国陣営が撤回するんでしょうか。さあ離れました、距離ができた。さあ顔面の汗を拭った後で非常にこの鼻息の荒いスティーブ・ウィリアムじゃないかという体勢なんですが、かつてアジアのベルトを巻いていたエースと小橋、非常にこの激しいやり取りがあります。そしてこのウィリアムさん、もちろんこの84年のベルトは三沢から去年脱出したわけであります。活躍いたしまして90年のウィリアムさんのターゲットはこの三沢のようであります。マスクを脱いだんですね、マスクを脱いで三沢は話しています。このウィリアムさん、まだ5人しか取ってないですね。非常に強引なように思われるけど、分かっていても持ち上げられる、バックドロップを食ってしまうんだ。ジャンボさんのようなあのバックドロップ、高さはないがアイドルですパワーが、そしてスピードが、そう話しています。やはりすがこれなんでしょう。おそらくこれなんでしょう。桃本さん、はい、三沢はそんな風に分かってるんだけども持っていかれてしまう。今もそんな、要するにあの杉本選手と対戦選手も、ね、一度ほとんど言いますね、踏ん張るんだけども、要するに踏ん張りきれない、抜き上げられるというですね、そういうことをみんな言いますね。多い少ない全く受け身が生まれないパターンが多いんだと。そうですね、本当なんていうんですか、もう底知れぬパワーを持ってますからね。まあ、92年の8月にハンセンを下して第10代のこの三冠チャンピオンでラッシュ、その後前人未到の優勝か7回連続防衛の偉業を突き上げます。三沢はエルボー、そして93年の最強タッグで優勝して五冠王にもなりました。ラリアットダッキング、こちらもダッキング、一歩も譲らぬロープに走った。あーっと負けに1000、腕を取った。そのまま腕ひしぎ、腕ひしぎ逆十字固めであります。今モンスター思わずあっとおっしゃいましたが、本当に一本強いみたいな形で入ってきましたから、まずはチャンピオンカーニバルの制覇でありました。その後ご存知と思われますけども、この次期シリーズチャンピオンカーニバル、やはり馬が流れるように今嬉しいになってきましたね。三沢はまだ優勝したことはないんですね。やっぱりウィリアム選手がアムラスの下地もありますし、これまで3冠、そういうところでやっぱりそのパワーだけじゃないんですが、怖さがチャンピオンカーニバルは優勝に裏打ちされたパワーと言いましょうか、彼自身の鬼門のような走りなんですが、もちろんこのベルトを防衛して、そしてこうというミサはチャンピオンカーニバルに臨みたいところです。サードロープに流れました。しかしそれを離しません。スティーブ・ウィリアムスがミサミサルの動きを止めておりますか。そんな感じですね、やっぱりミサワのエルボーを意識して、そうですね、腕を狙ってます、さあウィリアムスからエースへのタッチであります。まあ、このエルボーというのはスイングの速さもさることながら、この狙いどころ、打ちどころによって相手を一撃にたびたび見せます。スパワーのある、そして DDT、 ステップバックしながらの一連の動きであります。ジョニーエース、また腕ですね、はい、右の腕を殺しに来ました。スタンハンセンは左腕を狙われました。右側も肘を止めています。やはり必殺技を、ね、警戒して、どのレスラーもそういうところを集中的に狙っていきます。そして大技と言いますと、ウィリアムスが小橋に打ちました。まさに垂直落下式のブレンバスター、フェイスロック、またまたタイガードライバー、そしてやや静寂が訪れています。どんな形でも相手を仕留めることができます。試合時間15分を警戒いたしました。三沢のこの右の腕捕まっています。三沢の動きが止められております。15分を経過する少し前からこの三沢の右の腕が捕まっています。思い起こしますと、去年の3月の5日、あのタイミングネックブリーカーからジャイアント馬場選手を初めてピンホールしました。この三沢、三沢は話しています。当然嬉しかった、しかしじわじわ寂しさが増してきた。なぜなら超えられないと思っていた人を超えてしまった。
ウィリアムそう話しています。トップグループに出力、しかしそのミソは現在ピンチであります。右の腕を殺されています。現在ベルトは持っておりません。エルボー警戒の右腕殺し、ね、彼の放つバックドロップはいわゆるデンジャラスバックドロップと言われておりまして、外に出ました。プロレスもついにここまで来たのかという部分ありますね。青のタッチワークが早い、ウィリアムスエース右に落としました。結構僕は見入ってますよ今、吸い込まれちゃった、吸い込まれて、かなり長いこと捕まっています。どうですか桃本さん、はい、を聞きたいと思います。三沢の手首、はい、動きもプロレスには負けないで、足の色が変わってきてるという不安性を感じてますけど、ね、関節を決めにかかってるんですよ。手首と、ね、この不安性のゲストの方って吸い込まれちゃった、いつの間にか言葉数が減ってしまうんですよ。本当にめっちゃ関節が締まると、一瞬麻痺したような形で腕に力が入らないんですよ。そうすると相手が例えば三沢選手がエルボーをやろうとしても要するに的確に引っ越しできないわけですよ。威力も関係するんですよ。さあもっと締めろもっと締めろとウィリアムが言っている。おこのロープはウィリアムが振ってるんだ。決まっています。そしてもうウィリアムさんも試合開始直後なんて言ってんだか分かんないんですけど、とりあえず以上に渡りました。気合十分です。今日は吠えまくっています。いや本当にこのウィリアムズ唾吐いたり鼻噛んだり、この映画の意気込みが伝わってまいります。平原の唾よりも二の腕のあたり鼻噛みが伝わっていました。何時どの方向に彼の勘があるいは鼻水が飛んでくるか分かりません。結構ウィリアム選手ってこれ試合、まあ、もちろんどの選手もそうですけど入り込んでるからお客さんがいるということは忘れちゃってるんじゃないでしょうかね。話しません。三沢の右腕どうですか橋野さん、舞台の上に入り込んじゃってお客さんの存在を忘れしまう。いや、それはない、それはないですか。そしてエルボーかわした、かわした、そのままゴンダいい形だ。どうだ、カウントワン、カウントは一つです。スピンキック、スピンキック、そしてかわして渡しました。今日何回目の勝手の盟友の対戦になるんでありましょうか。オレンジクラッシュ、小橋とエース、おー、カシュバタックの汗が吹き飛んだ。そしてコーナーのウィリアムスが吹きました。場外ウィリアムスダウンであります。ウィリアムスが吹き飛んだ。エースに打つ、エース、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ローマ格闘技のメッカコロッセウム、古代ローマの人々はここで男たちの紡ぐバンカに酔いしれました。そして2000年の時空を超えた日本武道館、ただいま全日本プロレス世界タッグ選手権に酔いしれる橋之助の熱き副音声コースをお届けしております。さあ殺人医師が来ます。スティーブ・ウィリアムスであります。どうぞ皆さん深夜ですけども雨戸を閉め切ってご一緒にお叫びください。1990年2月、今から5年前ヘリーボニーとのタッグで日本全土を席巻した敵対都市久々に世界最強の新試験試合新レンジャーチームを迎え入れます。スティーブ・ウィリアムスジョニー・エース組であります。さあ本当に日本語がありました。ニュースポットライトを浴びながらゆっくりとゆっくりとした燃えるガウンであります。ウィリアムス、その後ろからジョニー・エース、エースは両目でブルーサイン、そしてかわしてスティーブ・ウィリアムス殺人外科医であります。この目の2度目の防衛戦ということになります。案内はもう割れんばかりの三沢コール、その三沢をもう赤コーナーに立ちはだかっております。イオーダスでありまして、チャンピオンがチームを迎え入れているので、ね、1回としてチャンピオン、西村亮太対小橋健太組、チャンピオンチームの入場です。平成7年、今年初めての日本武道館、男たちの夏は奈良市県、私たちの胸を発揮してきた武道館であります。今日はどんな幕が生まれてありましょう。まずはオレンジコーナー、2度目のグリーンのタイツの男、ビームインです。熱戦がぶつかり合います。両雄、両チーム、認定賞の小木さんの解説です。選手権試合宣言です。この試合は
する世界100選手権試合であることを宣言する。大相撲の表彰状を思わせんばかりの1995年3月4日、パシフィックレスリングフェデレーション会長揺れております。モードブレハー大徳続きましてチャンピオンチップよりチャンピオンベルトの返還でございます。チャンピオンベルトの返還でございます。今チャンピオンベルトが本部席に返還されようとしております。果たしてこのベルトを巻いて日本武道館を出るのは楽しみな一戦ですね。チャンピオンチーム、あるいはチャレンジャーチームか。まあなんといってもまあ日本人、まあ人気実力トップの西澤飛ばしてる、そして外国人ムキムキマンのスティーブ・リアです。選手紹介です。270ポンドジョニー、金髪の狼ジョニー・エースです。アイキルユース、殺人外科医スティーブ・ウィリアムスです。さあ橋本選手とこの関係に、ね、お気をつけください。気をつけないとです。顔面をヒットすればいいです、ね、ガムサラ、ガムサラ、ボルケッシモな人生です。小橋健太、今ではおしゃれなスキンヘッドです。25代世界タッグチャンピオン、今日が2度目の防衛戦、もちろん言うことになります。選手権試合60分の一本勝負であります。こちらはチャレンジャー世界タッグ2度目のチャレンジ、1月29日の後楽園ホール大会最終戦メインイベントの後、小橋に肩車式のスカイハイのラリアットを完走、まあ、それによって強引に世界タッグの挑戦権を勝ち得ております。目と目が、そして魂と魂がぶつかり合います。ウィリアムス、ジョニーエースです。譲りますジョニー、そしてジョニーエースがありますよ。ウィリアムスとは同じじゃないか、同じようありました。展開であの快挙タッグのブロークの戦いでこんなシーンがあったんです。小橋に打ってきました、ムーンサルト。小橋とエース、どっちが先にムーンサルトを打つかと、ウィリアムスのショーダータックル、そうした気を狙うのかと思います。これはいけない、スティーブ・リアムスが投げた、2回戦が国道となるか、先にエースが行くんです。ムーンサルトが飛んだ、ムーンサルト、小橋に打ったっけ、エースとはモノローカーだ、本家、第一人者、一流の人のムーンサルトプレスは2回目でやりますか、エースになるのか、試合の権利があるのは小橋、そしてウィリアムスですが、ライトが嫌な落ち方
に揺れていたのが気になりました。三沢があった、バックであった。さあここでタイガードライバー、タイガードライバー、出した、タイガードライバー、大技です。しかし試合の権利がないんです。これはコバスとミナバスを、コバス選手でしたのスクール。はい、60分間戦える男コバス健太がピンチ、絶対絶命のピンチを迎えている。状況が嫌い、うつぶせて問い合いします。焦点がそのままとりません。コバスコール、コバスコール、割れんばかりのコバスコール。ウィリアムスもにじり寄ってエースに渡すべく青のコーナーを目指します。コバスはコーナーが分かるか。さあ稲光が先ほどの流れ式の嫌な押し方の技にダブルナックダウン状態、先行とどろきましたが、さあスティーブ・ウィリアムス、そしてこのコバス健太、あ、胸のあたりを圧迫されたんでしょうか、苦しい表情。ああ、うちのです、ぼんやり少年になってしまいました。あと1メートル、どうしてやるか。あっと、はい、エルボーですね、エルボーです。そっとタイガースイープを投げつけた、フルネット、ネットバッターか、おお、危ない、よく返しました、今返しましたね、よく返しましたよね。ハンドクリートと思われました。小橋健太大ピンチ、崖っぷち、上半身全身真っ赤、レッドゾーンに入ってまいりました。の執念がジョニーエースの体を真っ赤にしています。ハンドのラリアットです。腕をツイストしております。香ばしい大ピンチ、ジョニーエースもまたこの武道館で黄色いが飛んでエースクラッシャー。いつもなら技を出す前にエースクラッシャーと言ってますんですが、それ言いませんでしたね。技を受ける一方、まるであの文語水道に沈んでいった。さあゆっくりと起き上がる戦艦ヤマトのように岩を落とす一方、これも体を浴びせてきたか。いや今浴びせたんですね。今はどちらにダメージが浴びてきましたか。さあもう復元して、そしてないとの無視が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 無視さあタッチが、タッチが、よし、一回押してやりました。ミサワ、ミサワに渡した、ミサワに渡した。肘鉄砲、肘鉄、ミサワ三つある。逆に振った、かわした。あっと、逃げる。エースの執念を見て入って、セカンドロープだ。ダイビングシュート。ミサワもひるんでいません、負けていません。いや見応えがありますね。ああやればこうやる。頭を後ろ見せれば二を放つ。もう一瞬たりとも目が離せません。顎を捉えました。エースがロープに鼻を押さえています。スタンディングスリーパーホールド、スリーパー、今度はエースホールド、腰が下がった。さあそしてミサワフェイスでやりました。しかしまだウィリアムスいるんですね。しかしウィリアムスがタッチに出ます。これがタッグマッチです。これはタッグマッチです。小橋は現在場外、あった、小橋がウィリアムスの足を蹴った。これはいい戦法だ、これはいい戦法だ。さあどうする。さあさあこのフェイスマッチだ。あっちあっち、小橋は初めてのフェイスマッチ。さあ場外での場外の小橋がスリーパーホールド。しかしリングのフェイスフェイスマッチ。さあギブアップ完全に入ってますね、完全に入ってますね、ちょっと青白くなってますね、青白くなってますね。さあ場外では満身の力、全身全霊込めてフェイスロック。しかしロープです、ここまで踏ん張った、ここも踏ん張ります、ここまでよく踏ん張る、頑張る。さあ放送席前では小橋健太としおお、小橋がすごいやられました。迫力がありますよ、ありますね、これが場外のウィリアムスと小橋さん来なくてよかったですね、距離を取って奥さんがいらした今頃泣いてるところでしょう。コーチそこを変えました、ウィリアムスだ、危ない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 、なんてことすんだよ君、三沢だぞ、三沢に何をする、春の雷、春の雷、震えております、三沢が震えている、ショルダーが来る、とんでもない世界卓球がありました。リングの上、0秒試合の権利が入った三沢選手ですね、はい、これはピンチ、チャンピオンズチームピンチ、チャンピオンピンチ、ベルトに同時してしまうのか、今日初めての大掛かりな連携になります。戻ってこられません、立ち上がりませんね、下見入りのラリアットだ、ラリアット一回転した、一回転しましたね、一回転した。でも今大丈夫だと思います、膝で受けてましたからね、三沢選手ね、三沢がまるで船の花びらのように、三沢大の字、こ
ウィリアムスが吸えた。並ぶ。エースが出ました。今、塩尻が上がったところ。
主音声が流れてるんだ。三沢が吹っ飛んでくる。さあ小橋と、さあ小橋が出た。四つ井ギロチ、四つ井ギロチ、七点バット、七点バット。どうなってんだ。ステップバット、エース。ステップリー。もう一度来るか。逃げ回っております。なんか嫌なところに入ったか。空を掴む。小橋。これは打たせてやりたい。三沢がゆっくりイレブンの後ろ。ああ三沢が場外です。ああ今度は三沢が場外。ウィリアムスが飛び飛び飛び。ああ飛んだ飛んだ。恐竜が飛んだ。お恐竜が飛んだ。飛ばした。飛ばした。ダイビングダイビング。イノチエンジンドラップ。エンジンイノチエンドラップ。さあ上位ヘッド手は。
ここでとてもビッグなお知らせです。眠い目をこすって起きていた皆さん、次期シリーズチャンピオンカーニバルからこの全日本プロレス中継サーティは放送時間が変わります。来る4月2日日曜日深夜0時45分から1時15分となるんです。さらにプロレス博物館と題しまして、力道さん組とシャープ兄弟の対決をはじめ、プロレス史上にその名を残す名勝負を数々お届けする新コーナーも作ります。この春話題盛りだくさんの全日本プロレス中継サーティをどうぞご期待ください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。心の隙間この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ足を狙い、小川が足を狙います。あー、これはいいですよ。集中的に攻めていきます。クロハットの悶絶した表情ご覧いただきましょう。グラウンド、さあ足を巧みに絡ましていきます。小川義成、3度目の正直になるけど、フル傷、左膝を集中して攻めていきます。チャレンジは9ドリルの10月、内松信相手でありました。そして2回目のチャレンジが3度目の挑戦、このグラウンド相手でありました。ジュニアのベルト、これが3回目のチャレンジであります。あと一歩で手が届きます。こういう技でね、はい、体力を消耗させてロープブレイク、小川選手頑張ってもらいたいですね。サードロープで手を伸ばしました、はい。まあ、これまで本当に腕の怪我で流された時期もありまして、さあ、まあ、この後です。現在28歳なんですが、仲間に比べると若干出遅れた感があった小川です。自ら呼び込んだペースを、まあ、そのペースのまま焦ってた時期もあって、勝利のスリーカウントを切ることができるでしょうか。しかし、まあ、そういった部分が逆にその選手の精神面を強くするという部分もありますからね。ダンブレイクもね、小川選手前にも話したんですけど、はい、チャンピオン自分のやっぱり立ち上がることができるんでしょうか、ね、左膝、テレビ中継されるとすごく嬉しいですね。ニークラシアに行こうというところ、なかなかね、やっぱり集中が回ってこないですから、ね、攻めていきます。やっぱり少しでもこの中継があるときに、チャンピオン自分のいいところを悶絶しております。多くのファンを使ってもらいたいですよね。その通り、小川さん今映ってますよ。これはそして見せてください、放送席にはかなりのダメージ、橋の深さんがいらっしゃっております。リングの中央呼び戻してまいります。さあ肩逆エビ固めであります。肩逆エビ固め、体勢は不十分でありますが攻めていきます。足をロープに戻すの、さあもう一度、また中央に戻しました。呼び戻してまいります。小川チャンス、小川チャンスであります。さあ小川いいペースで試合を組み立てておきます。60分の一本勝負、時間はまだ十分にあります。女性ファンも多い、エルボー落としていきたい。 DDT であります。いい攻撃、プロレス人間殺虫剤、瞬時にして相手を畳のメス、ゆっくりでいいです。瞬間技であります。さあ小川がベルトは目の前、今日2度目の空中殺虫剤、さあどうする、いけ、あーっと迎撃、チャンピオン迎撃されてしまいました。しかし打ったクロマットも足を痛めた、打ったクロマットも足を痛めました。さあさあリング上、これは大きな試合の山場が訪れそうだ。リング上チャレンジャー大王、しかしクロマットが立ち上がった、チャンピオン立ち上がった、チャレンジャーの頭を振っていく。外国人特有の相手の首をかっけるというパフォーマンス、おっと踏ん張りが、おっおっ、これはタイガードライバー持ち上げようにも膝が使えないですね。これはチャンスですよ。チャンスですね。さあいった、さあタイガードライバーを踏ん張る、踏ん張る、ここはカバーの下から、よし、あー試合ができた、いったんクロップ、足を取りました。足を取ったぞ。円錐切り、円錐切り。場内からは円錐切りというため息。チャンピオンの円錐切り。ちょっと鈍い音がしましたね。チャンピオンの意地があります。さあデビュー10年目。そして小川義成。対岸成就なるかどうか。小川義成。うつ伏せでダウンしております。動けません。しかしクロマットも足が痛い。泣き出しそうな顔だ。切ない表情だ。さあ、おっとレフェリーに。レフェリーを使ってはいけません。ダミークロファット、ゆっくりとチャレンジャーに近づいていきます。15分を警戒としました。さあ危ない、必殺のタイガードライバー、ぐったりしている。しかしチャンピオンは左足を痛めていると、上がるか、危ないと、上がった、危ない、カウント3、
チャンスしました。たまんないですね、ファンの方ね。もう我慢汁出まくりの状況であります、日本武道館。桃田光雄さんにお願いします。桃田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたしました。桃田さん、非常にこの面白い顔を当てたと思うんですが、どのあたりに非常に変わったっていうか珍しい組み合わせだと思うんですよね。に黒い白とタイツ。注目はですね、やっぱり鶴田選手が、ジャンボ鶴田が、いわゆるこの内臓疾患のため丸1年の療養生活、入る前は若い選手相手に、この口まさる、そしてジャンボ鶴田、いわゆる鶴田軍として、あの秋山選手展開しておりました。そうですね、はい、選手なんかは名古屋選手、要するにもう大先輩。どうでしょう、橋本さんがご覧になってジャンボ鶴田選手の魅力っていうのは、ね、あのね、なんというか憎らしいんですよね。なんというか憎らしい。なるほど。このいろんなクロージマもこのジャンボをやってますが、バージョンが楽しめる。かつてこの正規軍の屋台もね、大きく入ったわけですね、この2人で。やっぱり戻ってくると、はい、うん、ライブキックを一発見舞いました。これが2発目。多分今日もジャンピングにアタックを見せて、その方が入るプレーがありますね。ちょっと見舞います。一緒に拳を突き上げたいと思います。逆に振り返って、ジャンピング。言った通りじゃないですか。言いましたね。いやー、さあ、ということで今久しぶりに王をやって鳥肌が立ってしまいました。腕を取りました、口間サラブ、ヘッドスタッフ、スクッと蹴上がります。本当にこの鶴田さん、僕がまだ新人の頃も、普通新人相手にレスラーの皆さんはね、あまりこの、ね、新卒人というかね、たくさん口数はないんですけども、はい、動きは本当に可愛がっていただきました。そうですか。本当に一応なんですよ。掴んできてるような感じが、現在、筑波大学の大学院生そうなんですか。はい、さあ、そして今一瞬画面が揺れております。それはあのお客さんの重点音、ストンピング攻撃によってそれほど大きく盛り上がっております、この日本武道館であります。そして田上です。鶴田田上といえば以前タッグを組んでいて、世界タッグのベルトを巻いた関係ですから、世界タッグのベルトを巻いた関係ですね。そうですね。でもこの2人がリングに上がるとリングがちっちゃく見えますよね。箱庭のようですけどね。じっとこのジャンボを見せます。溢れんばかりってやつですね。踏み合った両雄、さあ田上としては当然このエルボー、僕はこんなに強くなりましたっていうところをね、いわゆる恩返しも込めてやりたいところだ。チッチンシンクでやります。今日は高いね。今日はいっぱい王がやれるぞ。さあ、そしてサバレスの後輩が当たります。秋山純です。ロープに走ってジャンピングにアタック。ジャンピングに、ジャンボのジャンピングに巻き投げ。そして腕を取りました、秋山純であります。さあ、田上の左の腕を取りました。まあ、この秋山純は、まあ、先日行われましたアジアタック王座決定リーグ戦で、大森と王座決定リーグ戦、そのリーーグ戦を制して大森とアジアタックチャンピオンということになりました。初めてこの秋山がベルトを巻きました。さあ、そしてアスナロ選手の井上、秋山のこの対戦の地であります。山梨県の出身、井上正夫であります。井上も秋山も同じ25歳、ロープに飛んでハイキック、こすりつけるようなハイキックです。同世代にこういうライバルがいるっていうのは、いいですよね。刺激的でしょうね。役者の世界もね、ライバルが秋山が92年の2月、そして井上が91年の4月、およそ半年井上が先輩ということになります。全く、はい、この同じ学年、同い年であります。この井上と秋山、さあ、ノーザンライト、最高ですか。いいを引き上げて、奇跡ぶりカードだって。井上にこの秋山について試合前話を聞きますと、先にベルトを巻いたというのは先を越されますと。でも十分に射程距離ですよ。田上に話しています。井上打ち下ろすジャンピングに打ってきたのは秋山、カバーに行きます。カウントは2です。アスナロ選手の中でいち早くこの秋山と、そして大森がタイトルを手にしました。モースさん、そのプロレスファンの一つの楽しみとして、ここからどうやって井上がこう抜いていくかっていうことがあると思うんですね。50試合やってますから、野球でも130試合ですからね。そしてお気づきですか、馬場さんが今日オレンジのタイツなんですが、普通真っ赤か、まあ、リングでいうと田上明と同じ色を履いてるんですが、これはどういう秋山選手理由なのか、心境の変化なのか、ただ単に選手権を取るもう忘れたのか、まあその辺はちょっと分かりません。早くもジャンボ切れたとしてですね、また自分の実力をどんどん上げていくっていうことを、相乗効果っていうんですかね、いい意味の要するに相乗効果になると思うんですよね。さあ、秋山純が専修大学アマレス入門したことがこの大谷ドロップキック。
さあどちらを攻めようか。馬場に向かっていく。16番は打たせませんでした。ラリアット、飛んで火にいる冬の虫じゃ。付き人を止めていたんです。この井上、いや火を見てビンなりというのはこういうことを言うんでしょうね。井上、いい連携です。ジャンボさんにはプロレスのこと、いろは、試合時間5分を経過しました。それ以外のことも大きく習いました。スルタがいて、ババがいて、その前で井上はもうなすべもないという状況。でももうこれ試合時間5分ですか。はい、終わってほしくないですね。いたずまでも見たけども嬉しかった、そう話しています。井上正さん、スリーパーホールであります。まあ、先ほどこの筑波大学大学院生だという話、このジャンボが高知学を学んでる、ガウジング、いわゆるモキムシレを顔面に見ていきました、施していきました井上正雄さんは。でも人間って何でも興味があったり、はい、勉強心があるってことリングの中央です。ですね、井上がこれをどうやって今、結局三冠チャンピオン、三冠王者なんて言いますけども、その初代がこのジャンボ鶴田。そうですね、実はそのスタン・ハンセンとジャンボ鶴田統一戦やったんですけども、大田区体育館で、その勝利者インタビュー、鶴田さんにマイクを向けたのが音程今出します。そうなんですか。それが僕、プロレスにおける初仕事蹴り上げます。まあ、そんな関係もありまして、ジャンボ鶴田さんは個人的に応援させていただいております。やっぱりね、いろんな各団体がプロレスもね、はい、このどうするか、田上がカブトに出ようかという構え、なんかいい指導をしていただいてね、ぶつかり合います。ますますそのこのプロレスをね、発展させてね、させていただきたいですね。青のコーナーに投げ捨てました。自らタッチに行きました。今度は田上明であります。田上、大相撲、時計回りに回って全日本プロレス入り、当時のしこ名が玉麒麟でありました。まあ、現在レスラーの中に玉と呼ばれたその玉麒麟という名前があったからなんですけどね。右と左が組み合って、もう一方オレンジのタイツが、さあ組み合った、タイツが田上であります。両の手を合わせました。身長110センチ、田上馬場が2メートル9センチ、上からの仕掛けがありますババ。さあちびっこさんとの馬場さんという掛け声をかっている。力が入ります。愛すべき存在、愛しき男、上に乗せていく馬場であります。ジャイアントババ2メーター9センチ、タウヤクラ192センチ、肌の色とか顔色とか見てると良くなりましたね。何はやられません、ね、もうババさんは今のところ毎日が大運気って言われて攻め込みます、衰えを知らぬ男なんですが、現在56歳ということでありますが、腰を落として懸命にこらえます。肌なんてツヤツヤとしてますか。腕を離して、そしてヒールキック、ロープに飛んで早起き、水平チョップ、長い腕が水平しなって当たっていきました。さあ対角線上にらみ合う男たちであります。馬場選手は昭和35年の9月デビューですから、我々が生まれる前ですよね。プロレスをやってると息をしましたということですよ。で昭和47年の10月にこの全日本プロレスを開始しました。これは勝つように仕方がありました。ですもんね。そうです、ジャイアンツですね。大きな大きな財産。さあボディースラム、ボディースラムだ。さあそしてドラゴンスリーパーです。ドラゴンスリーパーに入りますか。まあ、このジャイアントは昭和49年に日本人として初めてのあの NWA 世界タッグルメ入ってみせましたですね。やはり武道館の馬場であります。さあそして吉正信に渡しました、田上明。吉さんはまだ独身なんですよね。受け止めます、ブロックします。41歳ということで、どなたかいい女性がいたら、紹介をしていただきたいと思います。まさに高賀の流れのような大戦ジャック、リングの上のこの、ね、言葉がぴったりであります。女性も、ね、ちっこく、ね、くどいていただきたいですね。そうですか。どんな顔してくどくんでしょうか、ね、マックを口が取りました。腕を取りました。足の下さんは精神的にはねちっこい方なんですか。いや僕はそんなことないですよ、さっぱりと。さっぱりと前ぐらいですから。その前には奥さんに技をかけられて、あるいはこの大阪大会、後楽園大会のビデオ、あるいはこの T シャツ、お楽しみ袋といったこの収益を阪神大震災の現金として送ることになっています。全日本プロレス、あるいはこの馬場社長も阪神館、その阪神大震災で被害を受けました地域のここに来たら買っています。最新のこの放送局としてありがとう、そしてお礼の言葉を送りたいと思います。さあそして今度は音階から秋山純で、明日の選手秋山純登場であります。今その分は全ジュニアチャンピオン、一人この10代の王者の時はなんと V14 アジアタックのチャンピオンへという異業を達成しております。秋山純であります。秋山純は2位5番、本当に切れるんですよね。
要するにそのさあ一つ一つの全ジュニアチャンピオンがいてる秋山純が果敢な攻めを見せております。上回るスピードで山田龍2年半からの秋山純でありますが、馬場がちょっかいを出そうとだからその気がますますよくなったっていう風に僕は見てますね。こういった仕草も憎めませんからね。そうですね。本当はこれとても反則なんですね。最終同冠大会10分が経過しました。特別試合であります。すでに10分を経過しております。ドロップキック、まあ、秋山選手もこの井上選手みたいな選手をうまくあしらえるようになったら秋山の足を狙っていきます。要するにその世界に羽ばたくためのいいなんて目安になるという目安、試金石になると。さあ若い者同士の戦いです。井上そして秋山純グランドに寝かしました。何から何から要するに必要に相手の精神的ダメージを与えるような、この秋山選手もそうですけど、はい、ね、大森選手と並んで、はい、場内若い方の女の子とのね声援がすごいですよね。そうなんですよ。最近のこの全日マットっていうのは若いファンが急増中、はい、特に女性ファンが多いですよね。口をしてかつて三沢は最もこのやらしいことをするレスラーなの。この株の世界観があるわけなんですけど、ね、おかげさまでね、若い方が多くいらっしゃってくださいますよ。これですね、男性としてはそのやらしさが十分燃えますよね。やっぱりね、そうですよね。うん、また歌舞伎ブームの仕事に行けました。このプロレスの超満員、これはこういう時にやっぱりしっかりした根強いお客さんをね、そうですね、使っていただきたいですよね。すごいです。今頑張らないと、うん、なんだこんなもんなんだかってお客さん離れちゃいます。そうですね、永遠にこらえます。でもこれでこの武道館を満員にできるっていうのはすごいことですよね。16,300人、まさに股間が180度開いてしまっています。あの新橋演舞場とか歌舞伎座大体どれくらいですか。そして田植えと秋山、そうですね、後楽園ホールよりも若干小さいぐらいの3大会目、後楽園大会だったと思います。田植えの珍しいジャーマン、あるいはジャンピングパワーボム。さあその間に秋山を着替えました。田植え軍が優勢に試合を進めております。この2人も何か朝からの一手が割れたそんなシリーズと言っていいかもしれません。ロックされていたこの秋山の足を、もう馬場選手が国宝ですよね。今の田辺選手にね、あっけに取られた顔がね何するんだよ社長という感じでしたね。今ね、背中から映るたびにもこの画面が引き締まります。ジャイアントの現在エプロンサイド。さあ秋山このピンチをどう脱するか。さあニュートラルコーナー、そしてギロチンホイップロープにホイップいたしました。さあそしてコーナーの上にはかつての盟友ジャンボと目と目で殺し合います。ブーブーを浴びせた人はいないと思いますよ。いやこのなんていうんですか、馬場さん嫌いな方ってのはいらっしゃらないんじゃないですか。秋山ジャン、さあベルトは発表されましたが、アスタロ戦士、同じアスタロ戦士井上正雄、まだまだ射程距離とそう話しています。コラケンホールやな、また逆襟がために持っていこうというところ入ってくる。いきなり社長が座った時がありますでしょう。絞り込みます。おーびっくりしますよね。から大きな拍手、思わず置き物かなと思うとね動いてますね。の力で絞り上げます。初めて会った人でもこう再計量して構えを通って左手を伸ばしました。井上選手としてはやっぱりここで秋山選手をある程度ダメージを与えてるんですね、やっぱり自分をアピールしたいところだと思いますよね。そうですね、非常に穏やかな声で射程距離と話す目は厳しかったですね。そうですね、坂田さんもなんか、うん、そして青のタッチワーク、うん、いいですね、早くなってまいりました、田植え、井上、そして淵とつなぎます。この秋山の足殺しはこの淵が始めたんです。ねじっこい技がそろそろ一瞬したということになりそうですよ。厳しい、現在無冠、すごい攻撃です。まあ、ベルトも欲しければ嫁も欲しいと言われておりますが、この橋正信選手に任せようか。現在41歳、ジャンボ選手ちょっとこの心中しているような、おりますが、そんなこのエプロンサイドであります。欲しいところです。躍動しますね。てきました。そういうことですね。しかししっかり体を状態を起こしてまいります。3発目顔面を蹴りに行きますが、やっぱり気にしますよね。山の手に力がこもってチョップ、口も耐える、チョップ耐えております。チョップ合戦、そして秋山が攻め込む。負けるな、いやもう足びっしょりだ。チョップ打っていく、さあ突っ込む、押し込んでいく。そしてジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田が出します。さあ皆さん右の握り拳を作っておいてくださいよ。経過前にさあ2回王が入って1本持ち込んだ。そして2回90年の夏からこのジャンボ坂のパートナーに抜擢されまして、92年の3月には世界タッグ王者を奪取しております。このタウエ、そしてジャンボクルトでやります。アイキック、クルトさん、僕はこんなに強くなりました。キッチンシンク、キッチンシンク、ハイキック、そしてキッチンシンク、1勝1敗、ゴムとゴム。
第19代のチャンピオンでありました。そして田中組であります。あの頃の懐かしく思い出されます。放送席前であります。秋山純太と田中組は鉄柵ホイップ。さあちょうど副音声用のカメラの前であります。秋山、さあ馬場さんが入ります。オレンジのショートタイツ。そして指定コンビの合体、鶴田が合体する、ハイキック。いやー、報道陣フラッシュ一斉にたかれました。懐かしい、このハイキックカードにしたくなるような笑顔が拍手が落ちました。15分の上、全く負けていません。一本勝負に積極的に技を仕掛けていきます。さあ持ち上げるのか、持ち上げることができるか。2m35cm、 体重が135kg のジャイアントババを持ち上げるか。出せません。足を入れ替えて、かわず落としに行きました。まあこれはプロレスの定番と言っていいでしょうね。足を引っ掛けて、かわずに落としていきました。指定のタッチ。さあ今日2度目の合体だ。鶴田&ババ、もう一度行きます。そして王が入りました。ジャンボ鶴田、日本一強いグーを出しました。ジャンボ鶴田です。さあそしてこれは渡せません。千葉さんがカットに入ってまいりました。こっちがカットです。ブーイング、あの辻君の頃が懐かしく思い出されます。ラリアット、ダイナミックティードラリアット。そして井上もそう、今ならいけるぞ。山梨対決であります。こっちくるだの同居、山梨対決、ドロップキック、ショートレンジからドロップキック。さあ頑張れ井上。さあ一周一周、ここもパンチ、グーパンチ、パンチ打ち込む。さあ頑張れ井上正雄、ロープに振った、ジャンピングに。今日は出し惜しみしませんね。鶴田さんの技の重さが違うんでしょうか。初代上テイクダウン、三冠王、初代上手であります。抱え上げて、そしてなおも厳しい洗礼であります。ギロチンホイップ、22年目ジャンボ鶴田であります。さあそしてコブラツイスト、これはウエが素早く勝っていきました。ロープに取ってハイキック、ハイキック、ウエが場外に落ちていく。さあどうするか、さあどうするか、おやおや試合が動いてきましたよ。秋山がエプロンサイドから2位ベルトを打った。そしてパワーボムダウンとない、井上が捕まった。カウント2、口がカット間に合いました。そこで口がカットに入りました。秋山とパウエ、社長の続き、社長の続き。さあ現在試合の権利がジャンプの方でやります。王が入った。さあ最後やはりバックドロップですね。そうですね、痛いですね。プロレスの最後を守ったオブレオクバック、対戦対ジャラボ鶴田が同郷のこの井上正雄の厳しいプロレスの岩石を落としてきました。カウント3でありました。本当に元気になれてよかったですよ。よかったですね。これから徐々に流れます。会長とにらめっこしながら試合数を増やしてくれる。それも出来たいですね。最後はジャンボが、そしていつか世界タビッソを先端に再びチャレンジしていただきたいのか。何かこのジャンボの動きを見ていますと、一つ一つを確かめるよう王者の魂。勝負タイムが17分27秒でありました。完全分かってるわけですよね。だけどもそれが実質的にしていくことができない。もう確かめながらフリーになるわけですよね。そしてこの春が来て気候も良くなって、そしてジャンボ選手の調子も上向いてくる。ジャイアントババでしょうか。そして秋山純、もうすぐじゃないですか。ファミリー軍団に対価が上がっております。この戦い終わりまして、一人一人と握手をしました。ジャンボを見て恒例です。四方八方どうでしょうか。上がってボールが入ります。この笑顔をご覧ください。福沢朗報です。ここでとてもビッグなお知らせです。来週よりチャンピオンカーニバルの模様をお届けいたしますが、眠い目をこすりこすり起きていた皆さん、この全日本プロレス中継サーティーの放送時間が変わります。次週4月2日日曜日深夜0時45分から1時15分となるんです。さらにプロレス博物館と題しまして、力道さん組とシャープ兄弟の対決をはじめ、プロレス史上にその名を残す名勝負の数々をお届けする新コーナーも作ります。この春話題盛りだくさんのこの全日本プロレス中継サーティーをどうぞお楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。心の隙間